悲惨な犯罪もすべて神の承諾のもとで起きている。つまり敵意や憎しみを抱くことはさらなる犯罪を呼ぶだけということを教えてくれている。私はもともと学生時代から唯物論なので、神や仏を前提としてはものを考えていません。しかしこれまでの研究の成果として、神も仏も守護霊も精霊も存在するのではないかと思うようになりました。そして世の中に起きているどのようなこともすべて神の承諾のないことは起きないという結論に到達することになりました。一般の人が言う悲惨な出来事や不幸な出来事も、ものすごく大きな悲劇というものも、すべて神の承諾のもとで起きているのではないかと思うようになったのです。繰り返して言っておきますが、私は今も唯物論です。かなりガチガチの唯物論であり、現象がその事実を証明しない限り信じません。しかしいろいろな現象を何千何万と見つめてきた結果、神というものが存在するのではないかと思うようになってきました。そして世の中に起きるすべてのことは、私たちの感覚では良いとか悪いという捉え方ができたとしても、神の承諾を受けていないものはないという結論にならざるを得ませんでした。神が私たちに求めているのは、その現象について悲惨であるとか不幸であるとか評価、評論をすることではないように思います。神が私たちに求めているもの、宇宙が私たちに求めているものは、おそらく次のようなことなのです。一般的にひどいとか悲惨だと言われる事件が起きたとしても、その報道を1億人の人がニュースで見たとします。そして人々がその犯人について、ひどいやつだ、許せない、絶対に死刑にしろ、報復をしても構わないんだ、世界中を探し出してその人間を殺すべきだと言って、敵意と憎しみの塊になったとします。その時上空から見下ろしていて喜ぶのは誰でしょうか。悪魔という存在でしょう。悪魔は人々が仲良しで、お互いに笑顔で、隣り合った人を助け、温かい空気の中で共に生きていくということを大変に嫌います。敵意と憎しみのあるところにだけ悪魔は住むことができるからです。それに対して自分ができることは周りにしてあげようとか、できる限り自分が喜ばれる存在になろうという心を持っている人が増えると、悪魔は住むところがなくなってとても困ります。ですから悪魔は多くの人々の敵意や憎しみの感情が芽生えるようにいつも願っています。1億人の人がその事件の犯人を許せないと思い、敵意と憎しみをかきたてられたとしたら、上空で微笑んでいるのは悪魔という人でしょう。一方神という名の存在は大変悲しい思いをしていると思います。もし逆に1億人の人がその事件を見聞きしてこう考えたらどうでしょう。私の敵意や
憎しみの延長線上にこの犯罪や出来事がある。私が敵意や憎しみを持っていることは、この人たちが社会に対して敵意や憎しみを発散させたことと何の違いもない。もしこの人たちの敵意や憎しみを発散したことについて自分が否定的に思うのならば、こういうことがあってはならない、あってほしくないと思うのであれば、まず自分の心の中から敵意や憎しみを取り去ることだ。1億人の人がこういうふうに考えたとき、その出来事が起きたことに意味があったと言えます。多くの人が自分の中の敵意や憎しみを見つめ直すことができたなら、私のメッセージが理解されて嬉しいと神はにっこり微笑むのかもしれません。